楽しい夢でも見てるみたいだったから楽しい夢でも見てるみたいだったから起こさないでおいてやったよあの時の礼をまだ言ってなかったなガリアドおばんそもそも9年前に俺が鎧を継承していればこんなことにはならなかった兄貴がお前をかばってその辺の巨人に食われることもなかったマルセルの記憶を見たのかいいや だが全身のユミルって女のことは少し分かった大層の名前を付けられた哀れな女だ兄貴のアギトを返してくれたのもあの女の意志だろああそうだじゃあお前はあの島で何をしたんだ誰かに助けられてばかりじゃねえかよああ女の記憶を通してお前を見たがあれは何だ 随分と倒れる男を気取っていたようだったが、まるで兄貴の真似事じゃねえか。